中村舞です。ちょっと今さっきお仕事が終わり帰ってきました。今日はホテル泊です。はい、こんばんは。ありがとう。雰囲気違う。そう、今日は全部メイクさんにお任せしてやっていただいて、そう、なんか多分いつもの自分のメイクと全然違います。髪の毛もなんかこの辺とかあんま自分がやんない感じ。そうなんですよ。前髪もそういつもの分けてる感じじゃなくて違う。えらい、ありがとう。でもありがとう。おにぎりもありがとう。プチプチもありがとう。ありがとうございます。違う人に見えるって言われる。中村舞です。こんばんは。お疲れ様です。そう、ちょっとメイクが、目が違うのかな、ね、なんか違います。いてててなんか今日やってくださったメイクさんがなんか骨格矯正とかやってるんですよって言って、すごいもう顔のマッサージをめっちゃしてくださって、マジで本当になんかすっきりして、本当になんかねすごかったの。骨格矯正みたいな、痛かったです。痛かったけどなんかこの辺とか全部マッサージしてもらって、首からここにかけて、この辺とか全部も、そうなんですよ。左右を整えますって言ってすっきりしました。本当にありがとうございます。明日はね、アイドルズのイベントが、はい、あるので、イベント自体は二部制で、夕方と夜、夕方と夜っていう表現で合ってるのかな。なんですけど、はい、スッキリしてるって。顔？いくよ、お待ちしてます。夜はね、何時からだっけ、8時半だったかな、8時からだっけ、8時半か、どっちだっけ。ちょっと遅めなんですよ、8時半だ。だいたい20時半から22時までには終わるかなって感じですかね。多分そのぐらいには終わります。平日だから、そう、明日はね、金曜日です。花金。金曜日です。今日は一人部屋です。遅いね。なんか今日全然違うって言われる。嘘。キラーン。今日ね、あ、もう東京、東京です。今日ね、そう、朝新幹線で東京来たんですけど、今日の新幹線はですね、 C 席だったんですよ。で、まあなんか広島から東京までって片道4時間かかるんですけど、まあ、4時間ね、私はずっと乗ってるわけなんですけど、 A 席とか B 席の人はね、まあ、大阪から大阪で降りてとか、 東京じゃないや、京都で乗ってきてとか、名古屋でとか、こうなんかいろいろとね、乗り降りが発生するわけですよ。人が変わるんですよね、
横の人とかが。で、めっちゃ混んでて、今日本当にもう3人びっちり座ってたんですよ。で、私はまあ C 席で、でもう眠すぎて、朝だったんでね、寝てたんですけど、そしたらなんか今日はもうなんか A 席の人も B 席の人もなんかすごいね、もう私のことをねジャンプして乗り越えてきたんですよ。私もうめっちゃ目が覚めて、それでなんかヒューンってなんか飛んでみたいな、もう私が寝てたから私が私のことをピューンって乗り越えて A 席と B 席に人がどんどん入れ替わってったんですよ。もう今日みたいなことはなかなかないので。そうなんです、今日はすごいびっくりしましたね。で、なんか机を出してなかったんですよ。そうで、あの新幹線の机出してなくって、でなんかでも荷物をもう上げるスペースもなかったんですよ、そのキャリーケースをね。なんでキャリーケースをもうそのまま置いていて、下に寝かせてて、そしたらみんな変席の人も B 席の人も私のことを起こさずにもうジャンプしてきて、そう飛び越えて乗車。まあね、一回一回ね起こしてたら多分申し訳ないと思った。もう一回すごいね高飛びみたいにね飛んだ人がいたんですよ。本当にもうすごいジャンプ力で飛んで着地して B 席に。で、私めっちゃびっくりして飛んだ、本当にすごかったんですって今日の新幹線。毎回なんか新幹線ってさ、いろんなことが起きるんだけど。ありがとうございます。もう4時間をかけて来ました。夢見てた、新幹線で夢見てたわ。なんか新幹線に乗って寝てたんですけど、山手線に乗る夢を見ました。で、山手線に乗ったんですけど、なんか内回りと外回りを間違えて別の方向に行って、なんかもう変な方向に行って仕事に遅れる夢を見たんですよ。で、新幹線降りて、そこからちゃんと山手線に乗りました。ちゃんと正しい山手線に乗って仕事場まで来ました。夢では間違えたけど、夢から覚めて間違えずに来た。本当にありがとうございます。間違えないように夢が教えてくれた。でも私はマネージャーさんに基本ついていくので、本当にあれなんだっけ、ひなみたいに、お引越し中の後ろをついていく、あ、カルガモ、カルガモのひな。ありがとう。すごいね、今日はねめっちゃ雰囲気違うってすごい言われる。良きですか。
けん。ストレートです。一応ありがとう。明日お会いする方は楽しみに待ってます。おにぎりとハートありがとうございます。顔周りの巻き方かわいいね。これでしょ？やんないよ。明日はどんなことやるか。明日は、明日はですね、ドラマを撮影したんですけど、前に。そのドラマを、ちょっと、どんな風に撮影したとか、いろいろ話したりとか、ちょっと見たりとか、あとは、抽選会やったりとか、あとはパフォーマンスしたりとか、そういう感じです。ちょっといろいろとあります。ペンライト使えるか？でも、光ってたら嬉しい。でもどうなんだろう？ペンライト使えるかどうかって、あんまり聞いてなかったな。なんかね、場所が映画館？映画館って言うんですかね。なんかそういうところなんで、会場が使えるのかな？わかんないよ、なんか。じゃあ持っていく。あ、ありがとうございます。映画館っていうか、なんていうんですか、映画館って言っていいのかな。映画館、見ます。今日は初めて顔合わせしたんですよ。アイドルズのドラマを撮ったけど、全然会ってなくって、そう、竹本くるみさん、本村葵さん、初めてお会いして、初対面。今日はよろしくお願いしますをしました。でもなんか言うてね、あんまりそんなにちょっと話す時間がたくさんあったわけじゃないので、ちょっとあれだったんですけど、そうなんですよ。
ありがとう。そうなんです、明日はね一緒に、そう、あとキラちゃんと5人でイベントさせていただくので、千穂ちゃんもそう、千穂ちゃんも一緒でしたよ。ゆくぱありがとう。人見知り、どうだろう、してるかもしんない、いやわかんない、なんかなんかなんかさ、私さ話すのさ、なんかめちゃくちゃさ、なんか会話の間が下手なんですよ、すごい。だからさ、なんか独特の間を与えてしまってさ、なんか与えようと思ってないのに変な間作っちゃうんですよ、たまに。なんかね、本当にちょっとね。申し訳ない。本当にありがとう。返事するまでなんか考えてるってのもあるのかな。マイチューワールドないですよ。ないですよ。なるほど、ハートとありがとう。今何時ですか？やばい、もう時間感覚がなくなってく。45分か。明日の予定でどこで公表してたか、X ですかね、私の公式、あの X のさ、公式のアカウントでもリツイートさせてもらったんですけど、なんか結構先着順だったのかな、そう、売り切れてたみたいな感じのも聞いたんですけど、そう、式の方で、まいちゃんのリツイートで知った、そう、私もパッて、うんうん、意味でありがとう。ピカもありがとう。夜が売り切れてた、知った時。なんかあれですよね、
みんな多分仕事終わりとかに。だって、あれだもんね、金曜日だもんね。私さ、基本さ、新幹線とかじゃコンタクト入れてなくって、で、だいたい仕事場に行って、で、着いてからコンタクト入れるんですよ。なんか移動が結構いつも長いんで、コンタクト結構ギリギリまで入れないようにしてるんですよ。目がなんかしばしばしちゃうんで。で、今日もその仕事場行くまで全然つけてなかったんですけど、東京の、あれ原宿かな、原宿でさ、もうさ、コンタクトつけてないとさ、めっちゃ怖くてさ、もうマジで歩くのがね大変で、いやこれはつけた方がいいなってちょっと思いましたね。今日歩くの結構、原宿、そう原宿の方歩いたんですけど、マジでね、人がそうめちゃくちゃ多くて、いやなんか平日こんなに多いのって思うぐらい人がいっぱいいて、メガネしないの？なんか家とかだったらいいんですけど、外でメガネができなくって、なんか酔っちゃう。家だったら大丈夫。じゃあ、ありがとう。いや、度が合ってないんじゃなくてね、なんかこうあるじゃんメガネって、このさ、このここの隙間、この隙間からさ、視界ってさ、ここだけじゃなくてさ、ここら辺も見えるじゃんか、このここら辺とかも見えるじゃんか、この辺見ちゃうよね、そう縁の外見ちゃって、そしたらさ、見えとるとこと見えてないところがさ、混合してさ、めちゃくちゃ酔うよね、なんか歩いとったら気持ち悪くて、そうコンタクトになりすぎて、逆にメガネかけて歩くのが難しい。家でメガネをかけるのは全然あるんですけど、レンズでかいのに、もうこんなレンズだったら多分大丈夫かも。いや、そうなんよね。よいしょ。なんかね、朝ね、タクシーに乗ったんですよ。広島駅に行くときにね、タクシーに乗ったんですよ。でね、なんかいろいろとね、もうなんか考えることが多すぎて、最近もう本当にもう朝から暗い気持ちだったんですよ、ズドーンって。で、まあ、乗ったタクシーの運転手さんがなんかめっちゃなんかね、どのルートから行きましょうかって迷ってくださって、で、あ、なんかお任せしますとか言ってて、じゃあこのルートから行くとなんかこの信号がこうなってこう早いかもしれないのでみたいな感じで、なんかタクシー運転手さんがなんかルートをなんか今日はこのルートで行きますみたいな感じでなんか提案して、そっから行ってくださったんですけど、そしたらめちゃくちゃ早く着いたんですよ。で、なんかだいたい何分ぐらいで着くと思いますって言われてたんですけど、それよりもだいぶ早く着いて、なんか言った時間にもうだいぶ早く着きましたってなって、そしたらなんかきっと今日なんか今日はいい日になりますよみたいな、なんか幸先いいです、
些細なことですけど、こういうことからいい一日はスタートしていくので、今日はきっといい日になりますよって、すごいなんかいっぱいなんかすごい励ましの言葉をすごい言ってくれて、で私なんか急にめっちゃ泣きそうになって、なんかありがとうございますって思って、なんかすごい励まされて朝から、でなんかすごい暗い気持ちだったんですけど、タクシー降りる頃にはすごい気持ちが晴れて頑張ろうって思っていや本当になんかこういう人の言葉とかなんかすごい励まされることが、たくさんあって、なんかね、そう今日もすごい励まされて頑張ろうって思えたんですよそうなんか今日嬉しかったことかも。可愛い結婚してありがとう。弱ってる時、いやそうなんですよ、なんかすごいね刺さってね、なんかなんか今日はいい一日にしようって思いました、自ら暗い顔するよりも。いやでも本当になんかすごいですよね、言葉とかそういうのって人をやっぱ動かしますからね、頑張ろうって思えるから、なんかそうですよっていうなんかねことがあったのありがとう。なんか感動して泣きそうになった。本当に本当ですか。みんなきっと明日もいい日になります。きっといい日が待っている。頑張ろうね。ドラマチック？いい日にしよう。明日、いや楽しみですね。私その完成形のドラマとか。どんな一個もシーンとかも全然見てないんですよ。なんでめっちゃ楽しみです。なんかどんな風に映ってるとか知らないんで、皆さんと同じです、まだ何も知らない状態。にぎありがとう。そうでも全部視聴するわけじゃないんですけど、放送されるっていうか、そうなんですよ、公開はまだ先なんですけど、いろいろとちょこちょこと見たりする感じですね。自信のほどは どうじゃろうな。とっかりありがとう。なるまもありがとう。食パンもにぎりもありがとう。な壁薄っガチャガチャ言ってる。
隣、隣か正面か分からん。ホテルあるある、壁が薄い。なんかドンしてる、ドン。いやー大丈夫ですか、ちょっと暴れてる。私も配信終わったら暴れようかな。なんか歌ったりしたら響きそうだね、ここ。おやすみって言われる。おやすみ。ちょっと待って、誕生予防。コンフィーさん、はやりんごさん、アーリーさん、 NKQ さん、きなぺこさん、パフィーンさん、ボンちゃんさん、くまねパパさん、ココさん、どんべいさん、ピロミンさん、レクサーさん、山道さん、ありがとうございます。皆さん、明日は金曜日です。遅い時間だったんですけど、見てくださってありがとうございました。皆さん、また明日お会いしましょう。私は明日も朝がちょっと早いので、早めにお休みしたいと思います。もう脱力すぎてコンビニも行けません。マジで、おやすみなさい。また明日、また明日です。見てくれてありがとう。おやすみ。明日もいい日になれ。また明日。ハート。ラブ。